仙台トーンノンショーベイ。おはようございます。 FM 大白仙台トンナンシャーベイの時間がやってまいりました。仙台で生まれ仙台で育まれた学び商い匠伝統文化交流を東南西北にトン南シャーペーとこの番組は訪ねて歩きます。聞き手は鈴野屋亮介、番組プロデュースは円鉄の城でお送りいたします。今日お邪魔いたしましたのは秋保温泉からですね、秋保大滝に向かう途中に秋保ベジタクラブ農家のレストランが あります。大変その落ち着いたお店の中に今お邪魔しているわけなんですが、周りを見渡しますと、そうですね、これ里山の自然っていうんですかね。ここで、ランチを食べるとゆっくりした気分で、美味しい、お料理が食べられるんではないかと思います。はい。お店の中はですね、今私たちがお邪魔しているのは座敷のところにテーブルが10カ所ぐらいありまして、そこへ私たちは椅子に座って女将とこう対面、そういう雰囲気がこうこもったなんていうんですかね、レストランでございます。まあ秋保ベジタクラブ農家のレストラン、この辺のところからお話をお聞きしたいと思います。ここの女将、佐藤秀子さんに、お話をお聞きします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、大変素晴らしいところに、レストランがあるんですが、ここの周りを見渡しますと畑ですよね。そうですね、これはご自分の畑でございますか？そうですね、レストランで食材を必要な時にちゃちゃっと行って、はい、そして収穫して、はい、それを皆さんにお分けするとかね、してますね。ああ、そうですか。はい、広いですよね。そうですね。どのくらいの広さがあるんですかね、これは。うちの場合は、はい、農業を始めてからもう35年ぐらいになるんですね。はい、そういう時に、農薬とか化学肥料とかを買うお金がなかったんです。始める時に。そうですね。はい、それで、はい、そういう農業をしようかっていうことで、はい、鶏飼ったりとか、はい、いろいろ動物飼って、その堆肥で、はい、堆肥作りをしましたね。鶏の糞とかね。あと近所の馬とか飼ってるとこからもらったりして、はい、あと草入れたりしながら、はい、土作りしながら、はい、一食10年ぐらいはかかりましたね。作物取れるまでは。なるほど。そもそも肥料を買うお金がないから。そうです。そっから始められた。はい、今でもそうなんですか？ 今はですね、はい、すごいいい有機でも、はい、いい堆肥がいっぱい出てきてるんですね今。はい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 、それを見極めて、はい、うちの主人がですね、はい、それでお試しながら、これはいいぞって言いながら、はい、今一生懸命畑を土作りをしてますね。もう35年になるんだけど、はい、土作りはずっと続きますね。とやはりなんですかね、その畑が自分のお家みたいなような感じっていうふうに我々捉えてもよろしいんですか？はい、そうですね、とりあえず野菜の安心安全、はい、そして美味しいがなきゃ絶対私はダメでないかなと思うんですね。それは土から。土からだと思います。だからそれをこだわってやって初めて作物がいい作物になるっていう、はい、だから手塩にかけて大事に育てるっていう。あ、子供みたいなようなもんだ。そう、愛おしいですね本当にね。旬が来るとね、はい、ときめきますね。本当にうおーみたいな。本当ですよ。どのくらい その種類野菜っていうんですか、大体ね、はい、今は少しずつ減ってきてますけど100種類は作ってますね。あら、まはあ、なんでかっていうとね、はい、お客様に宅配すると、はい、その旬の時期が大体30ぐらいだとすると、はい、
それが1週間に毎日同じ野菜やるわけにいかないので、はい、あれもこれもとやっぱりニーズに合ったものを作んないといけなくなるので、はい、どんどん増えてきちゃうんですね、はい、そうするとお客さんがあれ欲しいって言うとで作ってみようかみたいな、はい、そんな感じで今100種類以上のものができてますね。そうしますと、はい、いわゆる旬で、はい、野菜を出してるっていうことですか。はい、はあ、朝採り野菜ということで。朝採り、はい、はあ、やはりその土の大変さっていうんですかね、その土の力でやはり野菜が、はい、いい野菜ができると、はいはい、まあ、大変なんでしょうが、その土作りのご苦労っていうのは何かあるんですか。いや、それはうちの主人に聞かないとわからないんですが、はい、ただ私はですね、はい、農薬化学肥料の入った野菜が食べられなかったんですよ。で、食べられなかった、食べれない、野菜嫌いだったんですよ。あら、まあ、はい、ここに来て、はい、野菜がすごい美味しいんですよ。うちの主人の作った野菜が食べられないってみんなに言うと、はい、のろけるみたいでしょ、うん、はいはい、本当なんですよ。ここのうちの主人が作った野菜だけはすごい美味しいの、はい、っていうのは、はい、農薬化学肥料が入ってない野菜だから私は合うっていう、ただそれだけなんです。だから野菜嫌いな人は多分いないと思いますよ。はあ、ただそこに体に合う合わないだけの問題で、はあ、っていうことは野菜嫌いな人は本物の野菜を食べたことがない、うん、と私は思いますね。レストランやっててそう思いますね。はあ、はあ、わかりました、はい、まあ、そういうことでご主人と、はい、ご主人は畑の方をやられて、はい、それから秀子さんの方は、こちらの、はい、農家レストランの方をやっておられるわけですよね、はい、このレストランをやることについてのご苦労ってのはあるんですか。まず息子が2人いて、はい、その息子に給料を払わなくていけないですよね。なので私は主人と2人で生産するのが好きだったんです。野菜作り、はい、畑に入って、はいはい、それで収穫したり定食したりとかね、はい、そういうのが好きだったんだけど、息子たちがなんか主人と2人で面白そうにやってるから、うん、なんか俺たちもやっかなみたいな感じで、はい、2人が後継者になったんですね、はいはいはい、そのためにお金払わなくていけない。そうなったら現金収入どっか取らなくていけないっていうことで、はい、レストランをやりたいな、やろうかなっていうのも県のご指導があって、はいはい、農家のレストラン今募集してるからやらないって言われて、はいはい、私やれっかねみたいな、やれるやれる、あんなのやれるって言われて乗せられて乗せられて、はい、でやって、このレストランを開いてなどのぐらい、もう15年ですね。あ、そうなんですか、はい、そうするとここの周りにある畑から、はい、いわゆる朝摘みっていうんですか、朝取りして、朝取りして、はい、それをお料理に出すと、はい、今一番その野菜の中で凝っていらっしゃるというか、これぞと、まあ、たくさんありますよね、うん、たくさんありますね、全てですね、旬の時に旬のものが初デビューすると、はい、ときめきますね、ときめく、うん、だからもう今キュウリがこんな小さくて、はいはいはい、主人が持ってくると、わあもうキュウリになったのみたいな、わあトマトになったのって毎日感動ですよ。その時期にしか取れないでしょ。はい、今キュウリなんていうのは冬場でもキュウリはありますよね。売ってますよね。今なんて今からなんですよ。今はまだ5センチが6センチなんだけど、それを積んでいくんですね。あ、何か新しい野菜っていうのは作ろうとしていらっしゃいますか。今作ろうとしてるのが今ね、コリンキーとバターナッツが最高にいいんですよ。コリンキー、はい、このラジオをお聞きの方でコリンキーってなかなか初めて聞いたような、そうですね、かぼちゃみたいなもんですよね。そうです、かぼちゃ系ですね、はい、それもちょっと説明していただけますか。コリンキー、かぼちゃのなる前の青いんじゃなくて黄色くて薄黄色の色のやつの時に取ると美味しいんですね。熟すとだいだい色になっていくんだけど、あのかぼちゃっていうのは、ね、直径20センチ30センチぐらいのことを想像しますが、かぼちゃが大きくなる時の瞬間だからまだ実がつかない、野球ボールぐらい、まだそうですね、野球ボールぐらい、その時に薄黄色になるんですよ。それをどうやって食べるんですか。それをスライスして生で、はい、生でオリーブオイル入れて塩入れてそれで揉むだけ、浅漬けのように。くっちゃくっちゃじゃないんですか。カリカリです。カリカリなんですか。あとねっとりとか、はあ、あとサラダとか、だから全てがね、はい、美味しいですね。だからあれは人気ですね、
コリンキー、はい、あれは地植えなんですか、あのいわゆるあのキュウリと同じように、あのかぼちゃ、そうで、はわすんですね。はあ、まあコリンキーっていう新しい、私も名前を聞いたんですが、うん、そういう、その食べ方がある、はい、美味しい。他にどんなものがある。あとバターナッツは私ら作って3、4年なんですけど、はい、だんだん人気が出てきて。バターナッツっていうのはまた、バターナッツ、ひょうたん型なんですね。はい、こう氷炭になってこう 下に種があるっていう。大きいんですか。だいたいそうですね、15センチぐらい。あ、何大きいんですか。はい、で上の方が実で、はいはい、下が種入ってるかぼちゃ系の、これもかぼちゃ系なんです。かぼちゃ系、はい、これはスープとかドレッシングとかね、なんかすごい人気ですね。美味しい。美味しいです。何しても美味しいです。それはこのレストランでも出しますね。あ、出されるわけですか。はい、でそれは今旬なんですか。旬はこれからですね。これからですか。夏場ですね。ああ、バターナッツ、それからコリンキーも、はい、あのかぼちゃ系は寝かしておいた方が美味しいんですね、はい、熟した方が。すぐ思い出くるコリンキーとかと違って、はい、バターナッツとかはほったらかして外に置いてた方がすごい熟して美味しくなるんですね、かぼちゃも。だからその旬の時にかぼちゃとか食べては美味しくないの、置いてた方がいいです。なるほど、はい。なんか餃子ニンニクとかって言ってましたよね。あ、はいはい、これはですね、これはですね、はい、いつ頃が旬なんですか。これ今からですね、 今始まってます。今5月ですね、はい、5月から10月までニンニクなんですか。そうですね、餃子ニンニクってのありますよね。はい、ありますね、はいはい、その餃子ニンニクは経って1ヶ月ぐらいで消滅しますよね、はいはい、ところが餃子ニンニクとニラを掛け合わせた商品が餃子菜って言うんですね。餃子菜、はい、はそうするとそれが餃子ニンニクの味とニラの味が合体してるので、はい、それで見た目はニラなんですよ。見た目はニラ、そうですね、はい、だけどすごい疲労回復とか、はあ、餃子ですもんね。餃子ニンニクの成分が入ってるんでしょうね。そう、風邪防止とかね、あと生活習慣病とか、はあ、殺菌効果とかね、そういうのを持ってて、これからの私は商品だと思って、はい、作物だと思ってるので、はい、地域8人で今生産してます。今この秋湯、秋湯で秋湯のブランドにしようっていうことで、はい、あ、ブランドとか、はいはい、ブランドブランドですね、はいはいはい、ブランドにしようっていうことで、はい、今8人の生産者が集まって、でみんなで作ってます。みんな各自それぞれに作ってますね。いつ頃からやり始めたんですか、これは。もう5年になりますね。あ、そうなんですか。3年ぐらいは認知度が少なかったので、はい、で営業もまだかけてられなかったんですが、あ、これからは餃子菜を商品化しようっていうことで、はい、餃子菜のお味噌作ったりとか、あ、餃子菜のあの餃子菜餃子を作ったりとか、はいはいはい、そういうふうにして商品にしてどんどん表に出していこうかっていうことで今みんなで模索してます、ね。ああ、そうなんですか、はい。餃子ニンニクじゃなくて餃子菜ですね。はい、ナッパの菜ですね。ナッパの菜ですね、はい。期待できますね、これは。これは秋の名物として何かね、はい、生産みんなでやっていきたいなと、はい、で地域の一つの町おこし、村おこしっていうか、いいね、それがやれたらいいなっていうので、はい、ここのそれも今こちらのレストランでは、はい、出してますね。あ、そうですか、はい、お客さんの反応はどうでしょうか。もう喜ばれます。あ、そうですか、はい、もう帰って勢力つきつきで、もう風邪防止なんか説明すると必ず買っていきます、ね、あ、そうですか、はい、そして食べてもニンニクなんだけど、はい、人には迷惑あまりかけないっていう優れものなんです。はいはいはい、いいですね。コリンキ、はい、バターナッツ、バターナッツ、それから今の餃子菜、はい、まだこれから何か、試してみようっていうのはあるんですか。いろいろ模索してますね。あと身になるものも考えてますね。身になるものと、ブルーベリーとか、あー、そういうのをちょっとやりたい、ジャム系のもの。あ、まあ、いずれにせよここの土壌、はい、こちらの土壌、土地は、はい、いわゆるなんていうんですか、うん、いい素晴らしいあれですよね。はい、そうです、ね。ですから何でも、はい、うん、育つ、はい、いい子に育つ、そうですね、はい、自然に、はい、はい、
まあそういうことでいろいろなお野菜が出てくる、またいろいろなお野菜を作ってみようという心構えも終わりで、ところで、メニューですね、こちらのメニューはどういうものがあるんでしょうか。一応ですね、今、はい、ふるさと膳っていうのがありまして、はい、それでふるさと膳、はい、それでここに来た方が予約をされまして、はい、それでだいたい旬の野菜をだいたい10品から12品ぐらいのお料理を出しますね、はい、で小皿で小鉢で出してるので、はい、お膳2段のお膳で2段のお膳で、はい、いわゆる小鉢にいろいろなお野菜が入れて料理したものをね、先ほど言われたコリンキーだとかその 旬のものを、ね、はい、例えば煮物でしょ、酢の物、はいはい、漬物、はい、おひたし、はい、揚げ物、はい、あと煮浸し、はい、あと何だろう、あと8品ぐらいはなんか天ぷらとか、あ、旬のもので作りますね。まあ、ふるさと膳ですね、はい、これをお作りなのお一人で作っておられるんですか。そうですね、はい。あ、そうなんですか、はいはい、じゃあ、予約ということは必要、はい、そうですね、はい、すいません、予約をする方のためにその、はい、お電話番号を一つ、はい、電話番号が、はいはい、0223995020です。ここへ予約して、はい、それでふるさと膳、はい、はい、お願いします、はいはい、大変あの素晴らしいレストランで、本当にゆったりとできるところでございます、はい、それでですね、料理をお作りになるその料理のこだわりって何かありますか。ですね、はい、野菜嫌いのね、はい、お子さんたちが本当にいるんですよ、はい、それで私もその中の一人なんですけど、はい、やっぱ旬の時に旬のものを食べるっていうことは、はい、体が喜ぶっていうのがまず、はいはいはい、でその体が喜ぶっていうことは健康ですよね、はい、だからそういうのをなんか勉強してるうちに、はい、すごい大事だって、季節のものを季節のその時に食べるっていうことがね、はいはい、そういうことをこのお店で、はい、メニューを作りながら伝えていけたらいいんじゃないのかなと思ってレストラン開いたんですね、はい、それで私もちろん私がその旬のものを旬で食べられる喜びが分かるように、はい、ここに来るお客様も旬のものを旬の時に食べた時の感動を私に伝えてくれるんですよ、はい、トマトってこんなに美味しかったのとか、はいはいはい、キュウリってこんなんだったのとかね、はいはい、そういう人作ってる自負ですよね生産者としては誇りですよね、はい、だそれがね毎日の元気の励みになってますね。はあ、はい、そうですよね、うん、作ったはいいけど何の反応もないと ね、なんか毎日やったくないよね、うん、っていうことは、はい、お客さんがレストランを育てるって。そうです、そうです、その通りですね。土が、はい、あの野菜を育てる、はい、レストランはお客さんが育てる。ああ、いいですねいいフレーズができたな。あ、いいですね、はい、それでですね、はい、まあ、昔のお話を、はい、まあ、してもらいたいんですが、はい、昔からこういう農業に携わってたんでしたっけ。私の場合は、はい、あの生まれたとこは農業者がいっぱいいるとこで育ったんですけど、はいはい、一応サラリーマンだったので。ああ、農業、お父さんが、あ、ちょっと、あの、旦那さん、昔、あ、昔、育ったとこがね、はいはいはい、育ったとこがサラリーマンだったので、あ、はいはい、農業には全然関心なかったですね。え、はい、野菜も美味しくないし、はいはいはい、野菜も好きじゃなかったし、はい、だから農業には全然関わりなくて、はい、普通に結婚して、はい、そんで旦那さんをいらっしゃい、あ、いらっしゃい、お帰りなさいと言ってらっしゃいの生活かなと思ったんですよね。はい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 、それがどういうわけか、はい、釈迦をするというになったっていうのは何だろうなって思う。じゃあ若い頃は、はい、手に食わ好きは持ったことは。あ、ないです、全然ないですし。そうなんですか。それがな何がここに来て面白かったかっていうと、うん、昔、はい、小豆が、
笑われと思うけど、うん、厚木が、うん、あんこなるとか、うん、大豆が味噌になるとかっていうのは、うん、嬉しくてしょうがなかったね。そういうことがね、すごい発見で、はあ、あとね、米が麹になったりとか、はあはあ、で麹でいろんなの作れるとかね、はあはあ、そういうことに、はあ、なんかすごい感動してましたね。私ここで一人でここに秋代に来てから、はあ、うちの人が作ったもので、はいはい、それがでは仙台の方 で, そうです。で仙台のサラリーマンのご家庭に育って、はいはい、何にも知らない関心なかったで、はい、で嫁いできて、はい、で味噌だとかそういうつくを作り始めた。豆腐作ったりとか、それがねなんかすごい楽しかったですね。はあ、そういう意味ではなんか、はあ、農業ならではの感動ですよね。はあ、そうなんですか。はい、はい、笑われて。いや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 、お味噌は大豆から できますよね。当たり前なんだけどね、今考えるとね、知らない。多分だから今の人たちは私以上に分かんないかと思わないけど、私以上ひどいんじゃない。ここの例えばお味噌汁が出ますよね。あ、そうですね。それも自家製で。自家製なんですか。はい、もう全て自家製。そうですね、梅干しとか。ということは、先ほど言いましたようにお味噌は大豆からできますよね、はい、大豆もここで ここで作って。あらま、はい、あ、秋の大豆ですね、はい、あ、そうなんですか、はい、まあそういうことでお若い時は、はい、なんていうんですかね、何にもわからない無頓着、もうお嬢様でいらっしゃる。ダンボール箱のお嬢様。ああ、ダンボール箱、ああ虫がつかないようにそうですか。ところで虫は虫なんですが、はい、自然こうやってますと虫なんていうのはいますよね。そうですね、うん、はい、やっぱし綺麗な野菜には虫がつきますよね。そうですね、はい、そう思うんですけど、その時は段ボールをかぶすところですか。やっぱりね、またこれ違うんですね。違うんですか。野菜はまた別なんです。あ、旬の時に旬のものを作らないと虫がつくんですね。あ、そうですか、はい、だからさ、あの、はい、夏場にはモロヘイヤとかツルナとか虫がいっぱいいるときは、そういうぬるぬるして虫が寄ってこないような作物を作るんですね。あ、なるほど、はい、そしてまた秋になったら秋で、はあ、はあ、旬は虫がつかない、はい、あ、なるほど、まあ、そういうことで、はい、佐藤秀子さん、はい、虫がつかずに、お嫁入りしてお味噌作りされたと。はい、ありがとう。そうしますとお年の方なんですが、はい、35年ってさっき言われましたよね、はい、それとこう足しすると大体のお年が分かるんですが、そうですよね、はい、はい、お若いですね。そうすると、 ありがとうございます。やっぱり自然食なんだな、これ。あ、夢があるからねあと旦那に苦労させられてるから。ああ、そうなんですか。常に脳みそが活性化してますね。ああ、そうですか、はい、おかげさまで、はい、いや、なんだか、まあ、それでですね、はい、いろいろと、まあ、あ、今、まあ、音がしてますよね、トラクターの、はいはい、あれご主人。いえ、うちの人ではないですね。うちのスタッフの方が。スタッフ、はい、スタッフっていうのはどのくらいおられるんですか。スタッフは2万とこ10人ぐらいはいるんじゃないですか、ね、あ、そんなにいらっしゃるんですか、はいはい、まあ、大変なね、はい、あの野菜作りというのは大変でしょうから、はい、まあ、そういうことで、これからのね、はい、なんていうんですかね、夢、今後の夢、抱負をこう語っていただきたいんですが、はいはい、今後の夢はですね、町と村を、ここ村としたら田舎をつなぐ農をやりたいなと。だから町の人たちが望んでいるものをこの田舎に来て、はい、なんか自然と触れ合いながら、町の人っていうことは仙台の町の人たち、はい、そういう人たちがこういうとこに来て癒されて、はい、そして1週間の疲れとかね、はい、そういうのを取り戻し、子どもたちは子どもたちの遊ばを作り、はい、そういう感じの場所をこれから目指していきたいなっていうのを今考えています。あ、はい、いろんな企画をどんどんと取り、例えばどういうふうなことを具体的なちょっとこう今はね、まだその構想の段階でしょうけども、はい、まだ構想の段階なんですが、
あの竹がいっぱいになってるので、今タケノコの時期で竹が、あ、はい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 、で間引きしなくていけないので、はい、竹を切って、はい、うち加工場があるんですよ、はい、その加工場が高台にあるので、はい、少しここからちょっと離れたそうですね、はい、そこからそこの調理場から下の畑、はい、畑っていうか広場に、はいはいはい、広場に竹を作って、はい、そうめん流しをしたいなという企画を持ってるんですね。だからそれをちょっとみんなの知恵を借りながら、はい、8月ぐらいにはやりたいなと思ってるんだけど、夏はそうめんですよね。そうだから絶対できっと思うんで、保健所もちゃんとね通ってるし、それが今やってみたいという、やってみたいですね。面白いんじゃないかなって、そこにいろんな人たちが集まってきて、うん、てそしてみんなそれぞれのイベント方式みたいな感じで、はいはい、出前味噌みたいな感じの人たちが来てくれて、はい、情報交換みたいなのやれたらいいんじゃないかな。楽しいです ね、大人も楽しめ、子供も楽しめて、はい、それで自然に触れ合ってる。このお店ではできないんですか？ここのお店だと何にも、体験農業ぐらいですね。体験農業っていうのは やられたことあるんですか？体験農業やってますね。ここ素泊まりにして、はい、ここ、はい、それで朝のすごい太陽出てくるんですよ、はいはい、それを浴びながら朝仕事をするって。それで朝ごはんを外で炊いて煮炊けして食べるという、そういうのをみんなでやってますけど、はいはい、それもそれをもっと広げようと、広げていきたいなと。そうなんですか、いや、そうめん流しで、うん、それちょっと面白くないですか？そうめんもじゃあ自家製になるわけですか？いやいや、そうめんはやっぱりどっかのね白石そうめんでもいいから有名な美味し い、うん、しいとこを教えてもらって、水はいい水ですもんね、ここは ね、はい、まあそういうことで、大変な夢を持っていらっしゃいますです。そうですね、いろいろもうそういうことを考えながら楽しんでいらっしゃるでしょうけれども、他に楽しみっていうのは佐藤さんございます？いわゆるその何ですか、農業から離れて、はい、お店から離れて何か楽しみっていうのは、いや、何があるんだろうね。食べ歩きかね食べ歩きおいしいとこ、やっぱりその食べ歩くことによって、はい、ここのお料理の味付けもやはりもっとこうグレードアップすると、そう、はい、そうですね、やっぱり野菜の美味しいとこに出会うと感動しますね、お店に行って。あ、ね、ただどっちかって言ったらうちの野菜を納めてくれているお店さんのとこに行くと、はい、大事に料理してもらってると嬉しいですね。あ、ここで作った野菜は、はい、他のところにやっぱし出荷してる、はい、そしてそれを使ってお料理してもらえると、あ、すごいな、こういう風になるんだみたいなね、そういうのがすごい嬉しい、食べるのがまず大好きだから、ね、まあ、食べることが大好きで、はい、夏場そうめんで、はい、そうめん流しですかやれるかねそれで今は餃子ニンニク、はい、コリンキー、はい、何でしたっけ、バターナッツ、バターナッツ、はい、これをどんどんこれから作るわけですよね、はい、どんどん表に出していきたいなと、はい、いや、ますますその自然野菜、これはアレルギーの子にもいるんですよね。はい、そうですね、はい、はい、まあ、お母さん方がですね、はい、やはり、ご飯をおかずを作っていただくということがまずそうですね、大事なことですよね。はい、はいはい、まあ、そういうふうなことで、大きな夢を持った秋保ベジータクラブ農家のレストランの女将の、佐藤秀子さんにお話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。